皆さん夏してますか？花火行きましたか？私は全く行けてません。なのでお家で今日は一人で夏祭り ASMR に挑戦したいと思います。夏休みに夏祭りに欠かせないのはこちら、りんご飴。まずはりんご飴を作りたいと思います。よいしょ。まずはセット内容を確認します。割り箸4本あります。そして色紙2枚、そしてカラーフィルム小2枚、カラーフィルム大2枚、そして厚紙2枚。まずは新聞紙を丸め、割り箸を刺してテープで留めます。新聞紙が必要みたいです。少々お待ちください。新聞紙がないので普通の紙を、使い終わった紙を丸めます。割り箸を刺して、テープで固める。色紙で包みます。ぽくなってきました。ピーハラドンドンドンです。さあ、そして次は大きいカラーフィルムで包みます。
ほほほ。これを輪ゴムで留めます。輪ゴム、急に輪ゴムが出てきたので取ってきます。お家の輪ゴムです。タキシードサムにの袋に入ってます。止めました。そして厚紙を小さいカラーフィルムでテープで留めます。そして3で作ったリンゴ飴に4で作ったパーツを糊で貼り付けて完成です。次は糊が出てきました。でもテープで巻かない。リンゴ飴の完成です。ピーヤラドンドン、ピーヤラドンドン。しばしリンゴ飴の音です。さあ続きまして、皆さんお祭りで好きなのは何ですか？じゃじゃーん、チョコバナナです。次はチョコバナナ作ります。まずはセット内容を確認。また新聞紙ちょっとないので紙を取ってきます。よいしょ、こちらの紙を
ぽくなってきました。そして色紙をハサミで適当なサイズに切り、糊で貼り付けて完成です。こちらを貼り付けます。こちらチョコバナナいただきます。バナナが甘いさあそしてこちらリンゴ飴、カリ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 、おいしいです。お祭りしてますか。今日はこちら紙風船もあります。
べながら